この部品は紙だけとか、この間京都で見てきてますけど、上瀬さんに挨拶に行ってきたんです。上瀬さんどうも、小瀬さんでした。すごい、これ綺麗。サインしておきました。これ譜面です。これは欲しいかも。ティラノ。プロクシマ。タンカリングでしょ。カメルチューと。パラダイスネクスト。ブラックミラー。これは何だ。開けていいですか。あ、これかわいい。これはあの僕の好きなお線香です。ショーレールさんの。これはこれ用にデザインしたんだっけ。これ使っていい。今日から使おうかな。かわいいね。こういう感じで。やばいですこれは。いやー、よくできたんじゃないですか。綺麗にね。200万サインしましたよ。ちょっと腕が痛くなりました。かわいいですねこれは。まあこれからもじゃあ毎回毎年作っていく予定なんですけど、果たしてこれが売れてくれればちゃんと皆さんに買ってもらえれば来年もあるかもしれない。もう今年もね、あのすでにいろいろ仕事が新しい曲からどんどん作ってるので、その年々にこうまとめたこのセットを毎年毎年違うアーティストというかデザイナーに作ってもらいたいなと思っているんですけど、すごいなこれ。これはすごいな。